ベビーは Windows 上で動作する Ubuntu 公式のフリーソフトウェアインストーラー。Ubuntu を Windows のファイルシステム上にインストールし、Ubuntu を利用することができる。GPL で配布される。ベビーは独立したプロジェクトとして生まれ、バージョン7.04および7.10においては非公式にリリースされた。8.04からは Ubuntu 公式パッケージとなり、 Ubuntu 8.04α5 より、Ubuntu l ライブクドに同梱された。ベビーのみダウンロードして、Ubuntu をインストールする場合は、ベビーが、Ubuntu l ライブクドの ISO ファイルのダウンロードを行い、そこからインストールを行うため、あらかじめライブクドを用意する必要もなくなる。プロジェクトの目標は、Ubuntu のインストール時に、パーティション切り分けやフォーマットなどで、 ハードディスクドライブ上のデータを失うリスクを負うことなく Linux に慣れていない Windows ユーザーでも Ubuntu を試せるようにすることである。ベビーは Windows 上から Ubuntu をアンインストールすることもできる。ベビーは Windows ブートメニューに Ubuntu 起動用エントリーを追加する。Ubuntu は Windows ファイルシステム上の1個のファイルとしてインストールされる。 このファイルは Ubuntu 側からは1個のディスクパーティションに見える。ベビーは、また、スワップファイルも Windows。ファイルシステム上に作成し、ホスト OS の仮想メモリに追加する。このファイルは Ubuntu からは増設メモリのように見える。これは仮想マシンではなく、トッポロジェリニックスのように、ループバックデバイス上で独立して動作する。これは Linux Distribution ではなく、 Ubuntu インストーラーである。ベビーは、Ubuntu を Linux 用のディスクパーティションに直接インストールしないが、LVPM を使用して、ベビーで作成した、Ubuntu 環境を Linux 用ディスクパーティションから直接起動するネイティブ環境に移行できる。このセットアップ方法の長所は利用者が直接ディスクパーティションにインストールする際のリスクを回避しつつ、 OS やドライバの動作確認を行えることである。インストール CD を利用せずに、標準インストールと同様に、ディスクパーティションにインストールする場合には、アネットブーティンを使用する。関連したプロジェクトに、Ruby がある。これは、ホスト OS に、Windows の代わりに Linux を使用するというものである。Max をホストに使用するム u b y も将来サポートされる予定である。利用者は、ベビー。 インストール時に使用するデスクトップ環境に応じた Ubuntu 系ディストリビューションを選択することができる。通常の Linux と同様にいずれのディストリビューションであっても他のデスクトップ環境を後でインストールすることによりログイン時にどのデスクトップ環境を使用するかを選択できる。ベビーは次のオープンソースプロジェクトの影響を受けているデビアにインストーラーマイグレーションアシスタントグラブ ヨンドス NTFS、3G、ムシスよびメトリンク。ベビーおよびルビーは、8.04より Ubuntu i386、よび、X64 パンをサポートしている。ありがとうございます。